それでは今回はパーソナルブランディングについて解説したいと思います。1つ目がパーソナルブランドが必要なのは誰か、2つ目がパーソナルブランドとは何か、3つ目がパーソナルブランドは特化すべきって話について解説したいと思います。まず最初、パーソナルブランドは必要なのは誰かについて解説したいと思います。1つ目が独立したサービスのプロフェッショナルです。弁護士とかコンサルタントとか公認会計士とか医者とか経営者、保険業、これらの方っていうのはパーソナルブランドっていうのが必要です。2つ目っていうのは個人相手のサービスビジネスをしている方です。レストランとかスポーツジムとかクリーニング店。3つ目は付加価値商品の販売をしている方です。自動車のディーラーだったり書店とか出版業、これらの方っていうのはぜひパーソナルブランドについて学んでほしいと思います。これから起業していきたい方、フリーランスで活動したい方、会社で出世したい方っていうのはパーソナルブランドっていうのはめちゃめちゃ大事です。今っていうのは企業のブランディングだけだとダメです。個人ブランディングっていうのはパーソナルブランドです。今っていうのは企業の時代っていうよりも個人の時代だって言われてます。僕が知っている美容室で原宿に大山東京っていう美容室があります。そこの美容室の美容師さんっていうのはインスタとか YouTube とか全員やってます。お客様っていうのは今っていうのは来る時代ではないと、自ら集める時代だっていう代表のもとそのように発信をしているようです。今っていうのは会社員であれ個人事業主であれ経営者で自ら情報を発信してお客様が来る時代ではなくて、自ら集める、勝手に集まってくる仕組みを作るのがこのパーソナルブランドでは非常に重要です。それでは具体的にパーソナルブランドっていうのは何なのかをしっかりと考えていきたいと思います。パーソナルブランドがなぜ重要かっていうと、今の時代っていうのは何を言うかよりも誰が言うかっていう時代になっているからです。今っていうのは情報過多です。総務省の研究によると情報の流通量っていうのが530倍に増えているようです。今っていうのはネットで調べればいろんな情報が出てくるんですよ。何言ってるかっていう情報の価値が弱くなってきてるんですよね。何を言うかより誰が言うかで、例えば分かりやすい例としてコツコツ頑張れよって言われる言葉よくあるじゃないですか。それを例えばですよ、イチロー選手にコツコツ頑張れよって言われるのか、山手線に乗ってて知らないおじさんが肩叩いてコツコツ頑張れよ、どっちが影響を受けるかってことですよ。今っていうのは何言うかじゃないんですよ。誰が言ってるか、それは皆さんも一緒です。皆さんが影響力を持つこと、ブランディングっていうのは言っちゃえば影響力なんですよ。影響力を持ってほしいと思います。何言うかではなくて誰が言うか、何をやるかよりも誰とやるか、もう誰っていうのに今はフォーカスされてくるような時代です。僕はブランドっていうのは多様化していると思ってます。今までであれば企業のブランドがあればよかったんですよ。アップルっていうのがあればよかったんですけど、今ブランドで大事なのは僕は3つだと思います。それが企業ブランディング、2つ目が商品ブランディング、3つ目が個人ブランディングです。アップルで考えてみると分かりやすいです。アップルっていう企業のブランド、 iPhone っていう商品のブランド、スティーブ・ジョブズっていう個人のブランド、これら3つが合わさって初めて偉大な企業になることができます。じゃあパーソナルブランドっていうのは何なのか、要素としては3つあります。この3つの要素を人々に伝えること、これがまずはパーソナルブランドを作ることです。皆さんもこの3つっていうのをしっかりと理解して自分の周りに伝えてあげることです。そうすることによってちっちゃいながらも自分のブランドっていうのができていきます。1つ目があなたは誰なのかです。何者なのかです。自分は例えば公認会計士であり起業家、 YouTube 図書館っていう書籍の解説動画を撮ってます。月に60冊、年に700冊の本を読んでます。それを解説している書籍のプロです。作家です。何者なのか、学生なのか、営業マンなのか、何者なのかっていうのをしっかりと周りに伝えることです。これを伝えれなかったらブランドって思われることはないと思います。エルメスがザ財布だったりカバンのブランド、エルメスっていう会社は何者なのかっていうのは分かるからこそブランドとして認識されるってことです。2つ目はあなたは何をしているのかです。何をしている人なんですか。学生ってことは分かったと。学生で今何をしているの、経営学部なの、将来何したいの、何しているのか、何がしたいのか、これをしっかりと発信することです。3つ目のポイントは、あなたは他人と違うところは何があるのか、どんな価値を世の中に提供できるのかです。誰で何をしてて何が違うのか、これら3つのことっていうのをしっかりと発信することです。僕が他人と違うところっていうのは分かりやすい例で言うと、日本でトップクラスに本を読んでるってことだと思うんですよ。1日2冊本を読んでるっていうのは他の人と違うところですよね。公認会計士の資格を持ってるっていうのも他人と違うことです。皆さんはじゃあ何と差別化できて、何をしてて何者なのか、これをしっかりと考えてほしいです。
しいと思います。パーソナルブランドっていうのは先ほど伝えた通り影響力っていうのがキーワードです。影響力を持つことです。影響力っていうのはこの3つで構成されています。さっきの話とも被るんですけど1個ずつ解説していきたいと思います。1つ目が差別化です。差別されてるから影響力を持つことができます。例えばマイケル・ジョーダンだったりとかレディー・ガガ、差別化っていう言葉を聞いた時に差別されてるって感じると思うんですよ。売れてる芸能人だったり俳優だったりいろんな人を想像してみてください。この人影響力あるなって人っていうのは差別化されてるんですよね。差をつけることができてるんですよ。例えば東京大学、東大っていうのは差別されてますよね。日本で一番頭のいい大学に通ってる生徒、その人だから勉強を教えるってなった時にちゃんと学ぼうと思うわけじゃないですか。差別化が一つのポイントです。今差別化できるポイントがなくてもいいです。ちょっとずつ小さくコツコツと実績を作る、積み上げる、勉強することによって差別化っていうのはできていくんで意識してほしいってことです。二つ目が優位性です。あなたは他の誰かよりも優秀な点って何がありますかってことです。優れた点です。優位性があることによってブランド価値っていうのがあります。それはフォロワーの数だったりエルメスだったら革がいいだったりとかご飯だったり何だっていいんで優位性を持つことです。人よりも優れているポイントです。それは肩書きでもいいし実績でもいいし行動でもいいと思うんですよ。気持ちが一番強いとかでも僕はいいと思います。3つ目が信憑性です。信用です。一番の信用で大事なのは僕は約束を守ることだと思います。言ったことをやれる、やるって決めたことをやる、これっていうのは信憑性の一つだと思うんですよ。もちろん肩書きとか実績とか経歴とかねそれらっていうのはあるんですけど信憑性っていうのも非常に重要です。パーソナルブランドがある人の具体的な例として例えばマイケル・ジョーダン、時を超えた偉大なバスケットボール選手です。トム・ハンクスっていうのは映画で普通の人を演じるのはこの人とか、自分のブランドっていうのをしっかりと理解している方たちです。皆さんもパーソナルブランドをしっかりと作ることによって仕事で成功することができるんでちょっとずつでもいいんで考えてほしいなと思います。続いてパーソナルブランドは特化すべきっていう話をします。特化しなきゃいけないです。狭く深くいくことをお勧めします。ニッチな市場を制覇することが大事です。例えばですけど勉強の専門家で一番になりたい、かなり厳しいです。東大出てても厳しいと思うんですよ。ハーバード大学とかの上だったりするじゃないですか。勉強で一番になるんではなくて、例えばですよ、簿記2級の分野であれば一番になるとか、そのようにニッチなところを攻めるってことです。広く攻めると上には上がいます。勝てないんですよ。歌唱力だけで一番になるって言ってもかなり厳しいですよね。だからファッションだったりダンスだったりいろんなところで差別化していくわけですよ。皆さんがブランディング、パーソナルブランディングを作りたいと思ったらまずは市場を絞ることです。ニッチな市場、それは例えばですよ、10人のうちのナンバーワンになるとか100人のうちのナンバーワンになる、ニッチに攻めることをお勧めします。掛け算思考で考えてください。10分の1かける10分の1でも100分の1の存在になれるんですよ。年収1000万っていうのは100分の1だって言われてます。10分の1だったらなんとかなりそうな気しませんか。人よりも多く勉強する、周りの友達よりかは読書する、周りの友達よりかは何か実績を作るってできると思うんですよ。もっと意識高い人であれば100分の1を2つ身につけようと思えれば100分の1かける100分の1っていうのは1万分の1になります。年収1億円って1万分の1って言われてます。一つの分野において分母をちょっと狭めて分子を1にすることです。これをしっかりと計算して自分は何分の何になるのか決めていってほしいなと思います。特化することのメリットっていうのは5つあります。一つが差別化しやすいってことです。勉強の分野でナンバーワンになるってなると差別化難しいけど、簿記2級でナンバーワンになるとか地元の友達の中で勉強ナンバーワンになるとかだったらいけるじゃないですか。でそして2つ目のメリットが専門家だと思われるってことです。ニッチな市場でも専門家になることができます。スペシャリストになることができます。3つ目が価値を認められやすいってことです。特化することによってライバルがそんなにいないんで、あの人は優秀だっていう価値を認められやすくなります。4つ目のメリットっていうのは分かりやすいです。勉強でナンバーワンよりも簿記2級でナンバーワンの方が個別具体的で分かりやすいじゃないですか。パーソナルブランドっていうのは記憶に残りやすいとか分かりやすさっていうのは非常に重要です。5つ目が自分の得意分野に焦点を当てるってことです。得意なこととか楽しめることを専門にすればいい仕事ができて仕事を楽しむことができます。また収入を増やすこともできるんで、しっかりとブランディングっていうものを考えた時にニッチな市場、
特化型でいくってことをお勧めします。上には上がいるんで、できるだけ市場を絞るってことを覚えておいてください。それではまとめいきたいと思います。パーソナルブランドが必要な人っていうのは、今は会社に頼らないキャリアを目指す全ての人々に、僕はブランドっていうのは大事だと思います。会社員であっても僕は重要だと思います。例えば競合他社がほぼ同質で同価格の製品を売り出しているとしましょう。そうしたらどのように自社の製品を売り込んでいくか、これは営業マン自身が印象に残る存在、個人ブランドを身につけるしかないと思うんですよ。組織に頼らないで個として独立して自立してブランドを持つことが今後の時代においては僕は重要だと思います。パーソナルブランドで重要なのは、あなたは誰なのか、何をしているのか、あなたが他人と違うところ、どんな価値を提供できるのか、しっかり皆さん考えてほしいと思います。パーソナルブランドにおいた影響力が大事です。差別化と優位性と信憑性、これらを身につけれるようにしっかりと行動していってほしいと思います。パーソナルブランディングにおいてはニッチに市場を絞ることが大事っていう話をしました。特化することのメリットとしては、差別化できる、専門家だと思われる、価値を認められやすい、分かりやすい、自分の得意分野に焦点を当てるってことです。まずは10分の1、これらを2つぐらい身につけてほしいと思います。そうすることによって100分の1の存在になることができます。同僚が100人いて100分の1目指すのは難しいけど、一番早く会社に来るとか、そういったちっちゃいことでも僕はブランディングになると思うんですよ。できるだけ影響力を持つために、パーソナルブランドっていうのを日々意識して行動していってほしいなと思います。この動画見ていただいて、感想とか気づき、コメントあればメッセージお願いします。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。